大リーグのオールスター戦前日恒例となっているホームランダービーが15日、日本時間16日、レンジャーズの本拠、テキサス州アーリントンのグローブライフフィールドで行われ、ドジャースの手オスカーヘルナンデス外野手31が初出場で初優勝を飾った。ドジャースの選手としては初めてで、優勝賞金100万ドル、約1、5億円を手にした。 対戦は8選手中、4位となる19本を記録し、準決勝に進出。準決勝はフィリーズボームとの延長戦を制し、決勝に駒を進めた。決勝は14本を放ち、ロイヤルズウィットの13本を上回って栄光を手に。高校のウィットが1本差しにまで迫る激戦となり、スタンドのファンは総立ちで大熱狂した。 t, ヘルナンデスを献身的にサポートしたのがドジャースのエース右腕グラスノーだ。今救援は腰の張りを訴えて登板こそしないが t, ヘルナンデスが休憩に入るたびにタオルなどを手にサポート。優勝が決まった際には自分のことのように喜んで準備してあったトロフィーを t, ヘルナンデスに手渡した。グラスノーは最高だったよ。 あそこに入れて、近くで見られてよかった。彼はすごい仕事をやってくれた。水をあげて、汗をかいた時はタオルを持って行った。私は打者ではないから彼に助言はできない。彼自身がやり遂げたこと、素晴らしい仕事だった、と称えた。途中から同じくサポートしていた大谷が不在となったが、ここにいてのんびりしていたよ。 私が使用人の役をやったんだ。私は IL に入っているから何でもやるよ、と笑顔。ドジャース勢初のホームランダービー制覇については、それは最高だ。すごいね、組織にとっても素晴らしいし、彼は難しい状況で力を発揮した。瀬戸際で多くのホームランを打った、と喜んだ。最初に大谷や外。 ケレロが集まった際に何を話していたかについては、わからない。私は水やタオルを届けていたけど、他の選手たちが何を言っていたかは忘れてしまった。ブラディー、ケレロは、ブルペンを狙って撃て、と言っていたけど、外が何を言っていたかはわからない、と説明した。